サム・ペキンパーはアメリカ合衆国の映画監督。代表作にワイルド・バンチ、ワラの犬、ゲッタウェイ、ガルシアの首、戦争の腹綿など。アメリカ本国ではその残酷な作風から血もみれのサムと呼ばれた。サム・ペキンパーは1925年2月21日にカリフォルニア州フレズノで生まれた。本人はインディアンの血を引いていると自慢していたが、 実際は、ドイツ系移民の子孫で、一族の本来の苗字は別件バッハだったが、米国に移民してから、北京パートを改め、曽祖,祖父の代から北京パとなった。少年時代は、読書好きで繊細な性格だったという。第二次世界大戦では、海兵隊として従軍する。戦後南カリフォルニア大学に入学し、そこで演劇を学んだ。卒業後しばらく舞台演出家として活動する。 その後、テレビ局の裏方として、スタジオに入り、ドン・シーゲルのもとに、弟子入りする。ガンスモーク、ライフルマン、フウン、クロンダイクといった脚本が、テレビ局に買われ、西部劇のテレビシリーズのディレクターになった。ペキンパーが、初めて監督した劇場映画は、荒野のガンマンである。翌年に公開された、昼下がりのケツとで、監督としての力量を認められたものの、 ダンディー賞では編集系をめぐり、プロデューサーと衝突、以後しばらく映画界から干されてしまった。しかし、テレビ映画、昼酒での優れた演出が認められ、無事復帰することになる。ワイルドバンチでは、スローモーション撮影を多用とした独特のバイオレンス描写で、アクション映画に新境地を切り開いた。その反面、一般客や保守的な批評家からは、 その過激な暴力表現に対する批判を招いた。砂漠の流れ物、ケーブル、ホーグのバラードは、北京パーによって、ベストフィルムであることを宣言された作品であり、彼の穏やかな一面が見られる。わらの犬は、北京パー作品でも特に暴力描写が激しい、作品で、公開後物議を醸した。ウォルターヒル脚本の、ゲッタウェイは、人気俳優。 スティーブ・マック・イーンを主役に迎え大ヒットを記録。マック・イーンとアリ・マック・ローは共演後結婚している。ビリー・ザ・キッド、21歳の生涯はボブ・ディランが音楽を担当した。ペキンパー本人もカンオケアの役で出演している。ガルシアの首はアメリカでは惨敗したが、日本ではヒットした。また、その次の監督作品、キラー・エリート、戦争の腹渡もアメリカでは 工業的に今一つだったが、オーソン・ウェルズやマーティン・スコセッシラに絶賛された作品でもある。監督として、精力的に活動を続ける反面、北京パーの体は徐々にアルコールや麻薬で蝕まれていた。コンボイは、北京パーのキャリアで最大のヒット作となったものの、撮影中に、スタジオでの素行の悪さが、映画会社に嫌われて、しばらく監督業から遠ざけられてしまう。 結局その5年後のバイオレントサタデーが最後の監督作品となった。1984年12月28日に59歳で死去。死因は心不全だった。バイオレンス映画、アクション映画の原点にして、頂点とも言える作品を数多く世に送り出した。また、滅びゆく西部の男たちを愛拶のこもった視線で描き続けたことから最後の西部劇監督。 もしくは、西部劇の破壊者と呼ばれる。同時期のマカロニウエスタンの巨匠セルジオレオーネと同様、西部に対する深い愛と、失われてゆく西部への哀愁が漂う作品が多かった。予算やスケジュールを度外視してまで、作品の完成度を追求し、気に入らないことがあれば関係者を容赦なく知ったした。そのため制作者や出演者とことあるごとに衝突し、 特に晩年は会社側からは扱いづらい監督として礼遇され続けた。また、私生活でも過度の飲酒や麻薬常用などの問題を抱えていた。それは誰にも自分の心情を理解してもらえず、生涯付きまとった孤独ゆえとも言える。晩年は人年齢と比べてかなり老け込んだ風貌とも言われる。北京パーの作品は本人自身の経験や人生が 色濃く反映したものである。北京パー映画の常連俳優であるエルキュージョーンズは同じ作品を14本も撮ったと語った。それぐらい北京パーの作品は彼自身の性格を表したような作品が多いということである。北京パーはスローモーションや細かいカットを自在に編集するセンスで映画中に過激な暴力描写を生み出した。北京パー独自の演出は マカロニウェスタンや同じ暴力派のドン・シーゲルの影響を受けたと言われた。また、斬新な映像表現は、ジョン・ウーやクエンティン・タランティーのジョニー等に代表されるフィルムのワールド的な作品やウォシャウス・キー兄弟のマトリックスなど、今日に至るまでのアクション映画における表現手法に多大な影響を及ぼした。北京パー曰く映画人生を通じて影響を受けた監督は、 ドン・シーゲル、ジョン・フォード、黒沢明とのことである。特に黒沢のラ・ショーモンはこれまで作られた映画の中で最も優れた作品とインタビューの中で語っている。ありがとうございます。